さてさて、ちょっと前にね、菅首相にね、うちの配偶者のジュリーは失格しましたって、一応いろんな戦術取りやすいように、こういう表現の動画も一応アップロードしておきますみたいに言ったよ。まあ憲政統計はいろいろ戦術の幅広がったと思うで、あれでな。だって政友会系の方はそのうちとの関係性のっていうのは非常に密接すぎてな。憲政統計でも巻き込まれるでしょ、そんなに結構。さてさて、で結局ね、ジュリーっていうのはね、お辻家に入りたくてっていうのは、どの遺伝子もね、もともとお辻家だし、しょうもなかったやろ今の発言。生き物みんな遺伝子名はね、お辻家のなんちゃらってコードがついてるって、がだからお辻家に戻りたいとか言われてもな、お辻って遺伝子っていう意味ですので。しょうもない。で、まあいいで、お辻家に戻りたかったんだって、ジュリーは。有名なベルディンね、バンダル族の僧、バビロニアのね、要するにアルメニアやったかな、まあ、アルマ人宮殿、どこに作ったかな、ひょっとしたらオデッサやったかもしれんわ、こうバビロニアの方やもん、だってアルマとベルディンの帝国。ずいぶん昔やね、何万年も前のオーディンの移動に関する話やから。で、新バビロニアじゃないね、ネブカドネザルとかその辺の話じゃないもん、だってアルマとジンの話を。出た、ジンね、ジュリがジンやねんけどね、要するにイスラム教で言うね、まあサロメとかね、サロメとかウズメとかね、その類型の大元祖でもあるし、ただあの人男になったら勇猛果敢やで、ベルディンの。ところが今女性やから、バージン、処女の語源になってる、あるいは無敵王、無敵王バージンな。確かに処女は無敵王ですがみたいな、そういうダジャレにも使われてる。だってバージンって言葉はな、そのヨーロッパ語系では明らかにそのビクトリーキングみたいな意味やね、実はね。バンダル族の ビクトラーって言うね。でジュリーがやったのは、そのお続けになりたい時に、その結局その染色体の実験を行った、変換実験、それは X を Y に、 Y を X に、つまり X のね、まあこう、皆さんから見たらこっち側にしようか、ここの部分取って、で Y のここにくっつけると Y が X になって、で X が Y になっちゃうでしょ、わかる、これがアダムとイブ実験、左脇腹を Y イブにくっつけたらイブはエヴァになっちゃったみたいなね、わかる。男と女入れ替え実験しようって、ジュリーはお辻家に、でお辻本家昇格試験みたいなもんでしょ、多分それは、あんまり詳しくは知らんけど。だからそのまあ、うちのおじいさんはね、俊久の系統から戻ってきたって言われてんね、つまり島津俊久の系統から戻ってきたって言われてんね、島津義久、俊久、家久はお辻家って言ったでしょ、吉浦だけが足利家やってん、実はね。まあそれを置いといて、高久はね、足利家にお辻家から嫁いで生まれた人物が高久やったかな、実は。で、高久は破産したって話だよね。で、それで、まあ、そのタイミングで、お辻家が島津家を一時期預かって、乗っ取ったみたいな形やけどね。それが島津義久の九州統一前際の、ね、要するに、お辻家が、いきなりトンサーになったから、隼人たち盛り上がって、やったやったって、ついに戦時名の時代が来た、みたいな。そういう事情なんですよ。ね。で、吉浦になってからは、島津は負けたばっかりのはずです。ね。さて、ジュリーはね、その、結局、アルマ X をね、アダム Y に変えたって意味やね。で、イブ Y をエヴァ X に変えたっていうことやね。この次元の話やで。まあ、エヴァンゲリオンもそのようなこと言いたいんでしょうけど、その、
旧約聖書アダムとイブの左脇腹ってそんなことやんの、まだやってんねん、そんなこと。この次元でどんなタイプかって言いますと、もともとアルマちゃんやった、要するにもともとうちと同じ X やったアルマ X 持ってた子がアダム Y になっちゃった。でちょっと減ってるでしょ、小さいね、顔はうちそっくりで背が低いね、丸顔で目パッチリで背が低い、まあ、眉毛もしっかりあって、え、それた例えば例えば例えば中日のネオ君とかとかショックでもないやろ、アダム遺伝子。まあうちの近所で言えば、あの東元門真市長、純ちゃん市長とか、背が低くて眉毛しっかりやって目がパッチリしてもあるかも。あるいは、おなじみあの桐畑大夫ね、背が低くて眉毛しっかりして目がパッチリ、もともとアルマちゃんやね、あの人たち。他にもおるよ、まあ、うちとジュリにとって親友とも言うべき薬剤師、薬剤師ちゃうねそこだけもうええわな薬剤師な。まあ立川系立川男子あ、もともとアルマちゃんやね、うちと同じ女や、ね、じゃああれも何だっけ、キラ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 シキラクですの、キシラクじゃん、なシラク、キラク、シラク、ジュクちゃん、そんな温帯やそうやから、タチがつくみの結構それやったりして、もともとアマワちゃんと同じアルマ X だったりして、それをジュリが、アダム Y に変えちゃった。その代わり、イブ Y がエヴァ X になっちゃった。何のためにそんなことしたんて、ジュリもともとイブやから今エヴァやから、背でかい、背がでかい女っちゅうのはイブ・ワイ出身やな、もともと男子の方が背高くなるしね。アダム・ X はアルマ・ X から減ってワイになってるやろ、でイブ・ワイは増えてエヴァ・ X になってるやろ、でかい女、じゃあうちでかい女やめて、そチンチンつけられてからでかなってんから、実はね、だってうち小さかったよね。それもいいとして。兄よりデカになってるし、うち。まあ、まあ、うちもひょっとしたらエヴァ X 持ってるかもしれんけど。じゃあうちは、アルマ X とエヴァ X なんやんか。せやけど、さらにそこにチンチン増強されてるわ。杉、民を、XY。じゃあうちは、XXXY やんな。X3 つあるから、そのうち1個は、エヴァ X の可能性はあるわな。この強さ。多分な、イブ・ワイス、すなわち男子出身のエヴァ X1 個は持ってるよね、うちも多分ね。やれやれ、東方。だけど、その実験、でかい女はね、エヴァ X の可能性があるんですよ、実は。じゃあ、巻き並みマリオがって、ね、いろいろ考えられるでしょ。でも、目がね、その、エヴァ X の場合は、イブワイの目がその細くて、で、この眉毛も細くて、要するに大和民族系だから、イブワイっていうのは。だからエヴァ X は、でかいは結構やけど、眉毛濃くなったり、丸顔になったり、目パッチリしたりするかな。まあ、この、1、2、3、3点セットは揃わんわな。なんか1個は、へつるんちゃうかな。なんか三種の神器でしょ。1、2、3なんてね。な、くっくっくな、いや剣じゃないよね剣はありえないね、本当は三種の神器よね。さてさて、ちなわけでジュリーもじゃあエヴァ X じゃないじゃないかと思うかもしれないけど、どうなのね本当にねつまり蛇が逃げたってこれのことやね。まあ、エデンにも出てくるけど、ヘビ退治の話って言うわけじゃないよ。要するに水子退治の話なんですよ。だから、受精後にやってきた精子がイブワイやから。イブワイってウイルスやねん、もともと。そんな話で、そのウイルスであるイブワイを何とかして人間の遺伝子にしていけないかっていう、その実験やったから。だから、ジュリーもその実験に従事させられてるだけなのかもしれない。だけやったのかもしれない。だから眉毛太くて目はパッチリしてる、その中に顔は細長いけどね。だからまあはっきりした事情は思い出してもいいけど、まずこの科学的な
事実、まあ、今の科学じゃね、わけわからんやろうけどね。まあ、プレアデス科学と、こういうのは一般的に言われますよ。